青春って感じの恋愛エピソードを教えてください。いいなって思うような。ちょっと文才能力が欠けますが、小学生の頃かっこよくてすごくモテる男の子と一緒のクラスになりました。本当にかっこよくて一目惚れしたんですけど、なかなか素直になれず、いつの間にかジビのくせしてモテるとかムカつく、そっちだって女のくせに背が高いからってうざ、なんて言い合う憎きライバルになっていました。向こうは完全に嫌っているようで、ベスバカとひどい言葉をたくさん言われて内心傷つき落ち込んでいました。そのままの関係で小学校は卒業、別々の中学校へ。そして中学校1年生の夏、彼は東京へ引っ越していきました。見送りもできず失恋。それから早3年経ち、親の都合で私も東京へ。有名共学私立高校へ入学することができ、彼のこともとっくに忘れて新しい恋をしようと意気込んでいました。中学校は女子校。そして入学し2ヶ月ほど経ったある日、忘れ物をして教室に戻ると、私の席になぜか少年が座っていました。誰かと思えば隣の席の子でした。一回も話したことがなくて恐る恐る話しかけてみると、〇〇だよな。私の下の名前を連呼する彼、誰かわからなくて戸惑っていれば、思い出せよ、俺だよ、バツバツだよ。なんと小学校の卒業式以来の彼でした。よく見れば幼き日の彼の面影あり、イケメンからかなりの美少年に、チビからスラッとした高身長にとかなり変わっていたせいで気がつきませんでした。彼は私のことをとっくに気づいていたそうですが、そしたらそのまま誰もいない二人きりの教室で抱きしめられ、ずっと好きだったんです、付き合ってくださいと告白。嫌いだったんじゃないのって感じで、後で聞いたところによると、好きだったからいじめてたんだとか、今でも時々言い合いしますが、おチビちゃん背が高すぎる、そっちが悪いなんて立場逆転。私162、彼178で、ほんと悲しい。そしてそのまま高校3年間付き合い大学へ。同窓会の時もいろいろあったけれど、話が長くなるので割愛。今大学4年生になりますが、まだまだマンネリ化もせず仲いいカップルです。初恋は実らないなんて言いますけど、見事に実りました。